僕は15歳でね、夢を描いてブラジルに行ったんですけど、まあ、プロにもなれましたし、まあ、現実今でもこうやってプロの生活をしてますから、まあ、夢は描いた通りになってると思います。はい、子供たちにはね、本当サッカーが好きだという気持ちが一番大事だと思いますし、それが一番長く続けられる原動力というかパワーになると思いますから、子供たちにはやっぱりずっとサッカーを好きでいてほしいなと。サッカーやってるうちに嫌いになっていっちゃう人もいるんですね。やっぱ厳しすぎるとか練習が嫌になるとか、それはやっぱり指導者の問題でもあるし、まあ、本人の環境の問題もあるかもしれないんですけど、やっぱそういう意味で楽しさをずっと子供たちはやっぱ持っててほしいし、それはもうやっていく中でね、辛いことや苦しいことって必ずありますけど、それはもう楽しいことと紙一重の表と裏ですからね。でもそんな中でやっぱ一つのことがやっぱうまくいった時、プレーで上達した時に喜びって感じると思いますから、それを大切に、気持ちを大切にして夢を持ってやってほしいですね。やっぱり加藤さん、練習も楽しめるタイプですか？もう僕は常にテンション高く、はいはいはい、毎日行けますね。常にその試合を想定した自分のプレーを、だからパス一つの練習でもこううまくいかなかったら、これじゃ試合では使えない、こうやって蹴んなきゃダメだな、こんな止め方してたら取られちゃうな、そういうのを意識しながら常にやっぱやってますね。だから僕にとって本当にもちろんお客さんが入る入んないってどうしてもそのテンションって多少変わってきますけど、持ってき方とか自分の中のテンションっていうのはもう練習試合だろうが J リーグの試合だろうが、例えば大学生との、練習試合でももう一緒ですね。自分のそのなんていうんですか、プレイヤーとしてのポテンシャルというか、モチベーションもう常に試してるというか、今日今やってみたい自分のプレーっていうのが常にあるわけですね。じゃあね、やってみたい自分っていうのがいるわけですよね。そこずっとありますね。それが別に相手がそのアマチュアの人たちとやってもそれができたらやっぱ嬉しいし、プロとやって失敗しても別に関係ないし、そういうなんか自分のイメージ通りにいくことを常に求めてるというか、やっぱ続けられる人ってやっぱりその時その時の変化に対応できる人じゃなきゃいけないんで、常になんか新しいものを、信念というのは貫いていいと思うんですけど、その中にやっぱり瞬間瞬間でやっぱいろんなものに、新しいものに対応していかないと、いける人じゃないとやっぱ長くその一線ではやっぱできないです。